どうもガードマンです。今日はね、単刀直入に、言わせてもらいます。チャンネルガードマンを引退させてもらいます。なぜこのような意見に至ったかと言いますと、前回の動画を見てもらえればわかるんですけど、MI が僕の家を畑にしたり、ハンマーで床をくり抜いたりした動画で、企画費とか、広告収益と、合わない、家が直らないという風なことになり、お母さんと話し合った結果、YouTuber やめなさいとお母さんが言ったので、やめたいと思います。応援してくれた、ファンの皆様、本当に申し訳ございません。今後の活動にいたましましては、僕はお父さんの家を継ごうと思ってます。で、MI 君は、僕とお母さんと、MI 君で話した時に、弁償するなら引退するという話になりましたので、MI 君もチャンネルガードマンには戻ってきません。で、山ちゃんはわかりません。チャンネルガードマンは僕と MI 君から始まったのは、変わりないんですけど、何より僕が始まったのは、お母さんが産んでくれたからだなと思い、そちらを優先しました。今後チャンネルガードマンのチャンネルはどうなるかと言いますと、チャンネルは僕の方が、もらったという形になってますので、もしかしたら、僕とお母さんで、YouTube をやっていこうかなっていう風になるかもしれないので、ぜひそのままチャンネル登録よろしくお願いします。僕と MI 君のドッキリの掛け合いが大好きで、チャンネル登録したり、高評価を押してくれたり、動画を再生してくれた、ファンの皆様、誠に申し訳ございませんでした。今後は自分の人生は自分で決めていこうと、そう思いました。最後は申し訳ございませんより、ありがとうございますで終わりたいと思います。本当に皆様、申し訳ございませんでした。